写真拡大。練習試合オリックス14の4と3、23日速建スタジアム。オリックスの T 岡田が野手31が韓国トサンとの練習試合で2安打3打点の活躍。レギュラートリエもアピールしつつも新外国人メネセスマレーローラとの一塁争いに悲壮感を漂わせた。3回1死1、2塁の場面、韓国で昨季15勝を挙げたり、伊佐を3から右翼線に敵陣二塁打。4回には2死3塁からバックスクリーンへぶち当てる特大のツーランを放った。紅白戦でも良くなかったですけど、21日に室内でちょっと良くなってきた。きっかけがあればと思っていた。登録は外野手ながら今キャンプでは一塁に専念している。西村監督は一塁で外国人と勝負してもらわないといけないと突き放す。レギュラーを獲得するためには2人の助っ人がライバルになる。外野1回もやってない、打ちまくるしか試合に出られない、とにかくずっと打ちたい、試合に出てなんぼの世界、とにかく自分のことをやるだけと T 岡田、10年の本塁打王が必死にアピールしている。